八嶋さん、今日本当にすごくいい天気ですね、はい、そうですね、うん、で今日はこの坂井駒子店、はいはい、ご案内いただけるということで、はいはい、何かあの山とか森を散歩するような感じで展示されてるんですって、はい、そうなんです。ぜひこの作品そのものだけでなく空間も楽しんでいただきたいと思っております。なるほど、はい、ではここの横須賀美術館にぴったりの展示っていうことですね。そうですね、はい、この耳を澄ますように坂井駒子展は巡回展になっているのですが、この横須賀美術館ならではの空間ごと楽しんでいただきたいと思います。なるほど、はいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いいたします、はい、じゃあここですね、はい、こちらは自動で検温を行っておりますので、はい、あ、大丈夫ですね。じゃあそのまま進んでください。でこれがこの空間ですね、うん、であの今回坂井駒子さんの本格的な個展っていうのが、うん、この巡回展が初めてなんですね、うん、で今までにあの出版された、まあ、デビュー作から最新作までの20作を超える絵本から、うん、約250点の原画を選んでご用意しています、うん、なるほど、はい、なのでこういったところにこう原画を間近に見ることができますので、この色合いですとかタッチですとか、そういったのも楽しんでいただければと思います。なんか本当にあれですね、森の中って感じがしますね、はい、そうなんです、うん、どっから回っても楽しんでいただけるように、本当だ、はい、まあ、いろんな角度からこうやって絵が見えるようになってるんですね。そうですね、すごくあれですね、はい、よく考えられて絵があって、はい、本当に展示のためにいろんな配置を考えられて。そうですね、うん、はい、であのこちらがですね、あの京都在住のフランス人建築家のユニットの方が制作したあのこういった重機になっておりますの で非常にユニークな展示空間になっていますよね、うん、はい、そうですね、なんかね、はい、不思議な感じですね。そうですね、本をこうめくるのと違う楽しさがありますね。あ、なるほど、はい、そうか、本をめくる部分の演出をこの空間でやってるわけですね、はい、もしかしたらそうかもしれないですね。うん、こう囲まれたここもまたなんか不思議な空間ですね。そうですね、はい、そしてあの坂井駒子さんの作品の特徴になるんですけれども、これよく見ると段ボールが下になっている。あ、本当だ、下が、はい、絵の下が段ボール。そうなんです、はい、こういった技法で描かれている作品がありまして、なんか段ボールの絵の下の台って結構なんですかね、なんかあったかみ感じますね。そうですね、うんうん、はい、こちらは大成社さんの金曜日の佐藤ちゃんという作品になるんですね。あ、これですか、はい、はい、菅井さんがこれで何か考えてたみたいなんですよ。え、この絵で、はい、この作品でこれでコラボメニューを、ね、わあ、すごいな、これ私も楽しみです。はい、はい、それでは横須賀美術館のミュージアムショップでは耳を澄ますように坂井駒子展の図録、そして各種グッズも好評販売中です。数量限定のものもございますので、ぜひお買い求めください。よるくまくん、よるくまちゃんですね、一押しでございます、はい、あとあちらに見えてるのが、我々のアクアマーレになります。いかがでしたか、平田さん。いや、 ほとんど何の情報もなしにあの見に来たから、あの世界にこう引き込まれましたね。そうです、あのそれぞれのコーナーにストーリーがあるから、はい、セリフと一緒に読んでいくと、絵がなんかこうスーッと頭の中、気持ちの中に入ってくるような感じ。そうですね、うん、だからこれ多分ね、あの一人でじっくりこう見てったらいい感じですよね。そうですね、うん、あの絵本の原画展ではありますが、本当に年齢関係なく大人の方も子どもの方も皆さんで楽しんでいただける展覧会になっているかと思います。そうですね、はい、それでは坂井駒子展、9月5日日曜日までの開催となっております。そして合わせてこの地下の書道品展では特集生き物たちの情景ということで、当館書道作品もお楽しみいただけます。そして谷
宮市六郎館の方でも鳥のいる風景という展示を行っておりますので、合わせてぜひご覧ください。八島さん、これが先ほどの、そうですね、はい、こちらちょっとトートバッグになるんですけれども、展示室1にありました金曜日の佐藤ちゃんの、はいはい、挿絵、絵になるんですけれども、これで菅井シェフがイメージしたってこと、はい、何か作っていたようなんですよ。ほう、はい、あれ、お待たせいたしました。これが、今回のコラボレーションメニューになります。一応作品見ていただけましたでしょうか。はい、もう一度見せてください。もう一度こちらですね、バッグです。ああ、なるほどね。で、髪飾りをイメージして、ちょっと今回はデザートではなくて、前菜のカルパッチョで、うん、これ菅井さん、これはカルパッチョの上に、カダイフという小麦を極細状にした衣を、まあ、オーブンで一度焼いて、まあ、リースのような形にして、うんうんうん、そこに、リーフのサラダを添えて、うん、食用の花を乗せてみました。なるほどね、よく考えたね。これ崩すのがもったいないです。下の魚はこれ何ですか。これ今日はヒラマサです。あ、これは日によって変わるんですね。あ、なるほどね、よく思いついたよね、これ。カルパッチョの概念が今日変わりました。うん、まあ、本当芸術と食っていうのはすごく合うっていう、なんか気持ちをリフレッシュさせてくれますよね。あとこの環境ですから、今回 の展覧会ぜひいらしていただいて、十分に心のリフレッシュ、頭のリフレッシュ、体のリフレッシュをしに来ていただければと思います。お待ちしてます。お待ちしています。